皆さんこんにちは、ケンです。はい、今日は急遽撮影してるんですけども、なんとですね、今日怪しげな箱が届きました。でこれをちょっとご紹介したいと思うんですけども、これが何かっていうと、なんとこちら GoPro Hero 8、こちらが届きました。なんでこんなに早く手元に届いたかっていうと、実は、10月1日ですね、GoPro Hero 8と GoPro Max の発表があった日に、 GoPro のホームページから、もう予約ができるようになったんですよ。で私構えてて5分以内に、もうすぐにポチりました。早速開けてみましょうか。はい、開封してみました。早速電池入れて動かしてみたいと思います。で今回 GoPro ですね、電池入れるとこが変わりまして、Hero 6とか7とかはこの下の方から電池の出し入れをするタイプなんですけど、 GoPro Hero 8は側面から出すタイプになりました。ここを引っ張って、こうやってして、こうやって開封、側面に、ケーブル挿すとことか、あと SD カードの入れるところがありますね。で、設定ですね、ここ省きます。はい、今設定が終わりました。ライド動画を撮る時の今設定をしまして、解像度が1080、フレームレートが60、でスーパービューですね、一番広く映るで、ハイパースムースはオン。ハイパースムースにすることによって、要は見え方が 10% ぐらい範囲狭くなるんですけど、これが今回の、ね、ハイパースムース 2.0 っていうのが GoPro Hero 8の売りなので、要はハイパースムースって手ブレがすごい、手ブレ補正がすごい効くって思ってもらえばいいんですけど、する範囲がすごいな、さすが GoPro。 じゃあ早速ライド動画をこの設定で撮っていきたいと思います。せっかくなのでオズモアクションと一緒に並べて撮影してみました。で今回走っているところは、あえて路面の状況が悪いところを走っております。さあ、それでオズモアクションのロックステディと GoPro Hero 8のハイパースムース 2.0、 どちらの手ブレ補正機能が優秀なのかっていう、ちょっと検証をしたいと思います。ちょっと時刻は夕方だったので、これは17時ぐらいですね。もう結構暗めですね。撮影環境としてはもうちょっと明るい方がいいのかなと思います。見てると、映ってる範囲はやっぱり GoPro の方が広いですよね。映ってる範囲が STI レバーまで映ってますし、範囲が広い方が、なんていうか、躍動感ある動画となってますよね。やっぱり GoPro ってすごい優秀だなって、この動画を見て思いました。で今本当に路面は悪い道走ってるんですけど、ちょっとやっぱオズモアクションの方が、ブレが取り切れてないかなっていう感じですね。はい、続きましてオフロードも走ってみました。走ってるのはもうトレックのドマーネロードバイクなんですけど、普通だったらあんまし走らない道ではあるんですけど、
今回その手ぶれどうなのかなっていう検証も兼ねてちょっと撮影してみました。こうすごい分かりやすいかなって思ったんですけど、低速で走ってるんですけど、やはり GoPro の方が手ぶれ補正が効いてる感じがします。いいですね、やっぱ優秀ですよね。まあ、かといってオズマアクションが優秀じゃないわけじゃなくて、オズマアクションもすごい優秀だと思ってて、まあ、自撮りとかするにあたっても全面ディスプレイってもすごい役に立ちますし、操作性はやはりオズマアクションの方がしやすかったですね。まあ、GoPro も、まあ、12月に発売する別売り の、 そのディスプレイですねを買えば、まあ、自撮りができるような、まあ、自分で、映ってる姿を確認できるようなディスプレイが売ってるんですけど、それめちゃくちゃ高いんですよね。これを合わせるともう、ね、すごい値段になっちゃうんで、そう考えると、まあ、自転車とか車とかそんな大きな手ぶれがない環境で撮影するんだったら、僕はオズマアクションの方がいいのかなと、値段的にもですね思います。でこういった自転車とかランニングとか、もう本当にスポーツする方はやっぱり今 GoPro の方が躍動感ある動画が撮影できるかなと思いました。これがまあ最初の GoPro Hero 8での映像になりますので、これからどんどん撮影していきたいと思います。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。